はい、じゃあここからはシャープ2に入りますので、2人のゴルフのプロフィールとかちょっと紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずゴルフを始めたきっかけは何ですか？ゴルフを始めたのは小学生の時に母親の影響で、早っ、ね、クラブもらったんですよ、全然何も知らなくて、ゴルフとかも知らなかったんですけどクラブもらって、一緒にじゃあ小学生の時に始めた。そうです、なんか部屋にいてもうるさいからスクール行ってこいって言われてでバッグ担がされて追い出されたんですよ。追い出された、はい、うるさいから二人で家にいても、両親もじゃあゴルフするんですか？母だけですね今は。じゃあお母さんともたまにラウンドしたり、はい、3人でたくさん行きますね。あ、そう、いいね、お母さんも呼べばよかったね今日ね。ね、どうせだったらね、知らなかった、まさかそんなお母さんいたら面白そうだ。はい、じゃあそんな2人はゴルフを始めて、ベストスコアはおいくつですか？ベストはリリースからで81ですかね。81、まあ、レギュラーは聞くのもあれですけど、レギュラー85、何とも言えないですよ、うまいですよ、85、あんま変わんない、そうですね、81、85、はい、でベストスコアは私は87です。87、なるほど、はい、2人ともいいですね、80代じゃあ70代目指してるところですかね今ね。はい、もう壁暑いですね、70までの壁。暑いよね、もうダボとか絶対ダメだからね。そう、もうダボを取った瞬間終わったってなっちゃう。何年かかりました？何年かかったんだ、私でも出したのがインスタ始めた年だから6年ぐらいかかってるかな、6年なんぐらい。でもやっぱりそれもすっごいプレッシャーのあるコンペだったの。もう絶対この子に負けちゃいけないみたいなコンペで、でわざとその同じ組にさせられてて、もうなんかメラメラしすぎて、またメラメラ。でもランチとか普通に食べてる風なんかなんかちょっと後半どうしようみたいな、もうそんな感じでやってて、まあ、私の話はどうでもいいんでちょっと。じゃあ得意なクラブは？得意なクラブは。5番ウッド。5番ウッド、あ、間違えた、7番アイアンでした。え、全然違う、絶対嘘だよ、全然違うじゃん。7番アイアン、2番目が5番ウッドでした。7番アイアンどこが好きなんですか？7番アイアンなんか長くもなく短くもないところが好きですね。長さが？なんか8番とかだとまだちょっと球が高く上がる。ああ、なるほどね、弾道、球の出方、好きですね、1番。7番が好きな、得意なクラブと関係ないか。え、いいよいいよ、全然好きっていうのはいいですよ。です、はい、得意なクラブとか好きなクラブ。好きなクラブはドライバーですね。ああ、ね、わかるよ、ドライバーって気持ちいいもんね。気持ちいいですね。じゃあちなみにちょっと苦手だなと思うクラブとかありますか？苦手は50度とか思いますかね。おアプローチ50度のフルショットが、フルショットが苦手。なんか珍しい。苦手な。苦手はウッドですかね。ウッド。そう、全般。お、まあ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 。ナイス、バンカーに入らなければベスト、うん、ナイスショー。あー、ボール乗ってきた。どんまい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 、ね、苦手なウッドですね。苦手なウッド、頑張ります。頑張りましょう。え、5番で、ちょっとくぐっちゃったか。天ぷら。天ぷら。何番ウッド？5番です。打ち込んじゃうのね。打ち込んじゃうんですよね。なるほどね。でもこのダメな時は、ちょっと頭叩いて、そこにポンみたいな。コロコロン。重くって。だからアイアンが得意ってことは、そういうことだよね。やっぱ上から入っちゃうから、アイアンが得意なのかな。緊張しちゃった。緊張しちゃった。緊張しちゃいました。ヘッドスピードが速いからさ。してください、ね、大丈夫大丈夫。こういうのはもう一回あるから楽しいんです。
ゴルフは。うわあ。なんか苦手って言ったら苦手になってきちゃった。こちら、もう一回とこっかな。うん、ナイス。なんかパッと見て思うのは軽いんじゃないかな、ウッド。ね、ウッドです。だいぶハードなのと違うもんね、アイアンとね。そうですね、これはメンズですけど、ウッドレディスクショ。お、いいよ。危ない。ああ、行った行った、ナイスオン。早い、行っちゃうよ。まあまあ、でも下からの方がね。危ない、びっくりした。部活はサッカー部は一緒なの？あ、そうです。え、やる方？マネージャーじゃなくて？へー、そうなんだ。サッカー部の。サッカーしてたんだ。はい。へー、サッカーとゴルフはどう？なんか関係ある？いやー、全然ないですね。違う。うーん、違います、ね、ちょっと違う、ちょっと全然関係ない。使ってるかな。まあ下半身強い。下半身。そこは本当良かったと思います。下半身ね、大事大事だから、ゴルフではね、飛ばしにはね、飛ぶもんね、2人ともヘッドスピードあるしね。でもこの下半身がね、うん、たくましさ、うん、半分になったらちょっとヘッドスピードがなくなっちゃうから、うん、まあ、現状維持でいいか。現状維持でいい。嫌だけど、現状維持でいこう。半分ぐらいでいいですよ、うん、そっか。じゃあサッカーをもうしてきて、切磋琢磨して、やっぱ2人で行くの？よく行きます、うん。誰か誘われても2人セットみたいな。大体大体セット。呼ばれ、どっちか呼ばれたらもう1人来るけどいいって感じです。なるほどね。ちょっと池越えは厳しそうなので、ドライバーで行く。でもドライバーで半分超えればいいかなぐらいのところで、あの細いところに行く。なかなか行きますね。なかなか難しそうな。ドライバーじゃなかったわ、これは。これ、2人ともやっぱ双子だからね、刻み選択はないです。こういうスコアメイクが大事なんですか、本当は。本当はね。スコアを狙うなら。おー、テンプーラ、テンプーラ。でもある意味刻み、いい刻みです。なんなの今日。乾杯に。はい、いきます。大丈夫、私もやってるから。それ、これ苦手なやつ。もう一回行こう。うん、ナイス。うん、止まりました。アウト。35ヤードです。はい、うまい、ナイス。イエーやん、イエーやん。大きいけど、あ、大丈夫。やばい、やばい、やばい。止まった、ない、入ってない、入ってない。うん、いいんじゃない？傾斜使って。ナイスオン、ナイスオン。やっぱグリーンだね。そんなに、わぁ、うわぁ、これは落ちる。戻ってきた。ナイス。
ないっしょ。本当に2人がいい時はいいんだね。2人がダメな時は本当ダメだけど、本当結構比例してるね。今日の2人のウェアのコーディネートポイント聞きたいと思います。今日はなんかいい感じに上下上下色変えて合わせてきてくれた感じです。合わせてきました。お、結構こういう感じで双子コーデじゃないですけど、よくやるんですか？全然やらないですね。ダブルスタンでた時だけ。そう結構じゃあお互い好きなウェアも違う？そうですね、ウェアの好み全然違います。どっちかというとどういうタイプですか？どっちかというとシンプル、まあシンプル系の方が好きですね。どっちかというとガチャガチャタイプ。ガチャガチャタイプ。なるほど、そこは違うんだね。なんかちょうどシェアして。あ、なるほどね。なんか年によってもあるよね、この年はなんかガチャガチャできたいなみたいな、今年はなんかシンプルだなみたいな、ってなるとまあこれ貸してみたいな、はい、サイズも一緒だしね、背、はい、も一緒だしね、それはいいことですね。双子特権。あとがジャックバニー。ジャックバニーです。で上がタイトリスト。タイトリストです。でバイザーがタイトリスト。はい。はい、靴がフットジョイと。フットジョイ。あとジャックバニー。ジャックバニー。でもナイソン、ちょっと左サイドだけど、本当にあれだね、2人ともいいんだね。なんだろうね、どうしたんだろうね、これすごいね、ナイソン。本当これだとダブルスひどいことになるね。確かに同じところでパーを取る、同じところで大叩きをするっていう傾向が出てます。あ、出てますね。出てますね。お伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。